に作戦を説明する。ただいまより作戦を開始する。諸君らの活躍に期待しています。これより爆弾設置の支援行動を開始するぞ。第7小隊出撃する。隊長さんよ、一つ頼まれてくれねえか。まず北西にある橋を爆破してほしいんだ。そうすれば敵の増援を食い止められるし、その隙に俺は鉄橋まで近づくことができる。ああ、分かった。その代わり爆弾の設置はしっかり頼むよ。任せとけ。この日のために入念に下調べはしておいたんだ。よし、では作戦開始だ。敵部隊を排除しつつ、まず北西の橋を爆破する。行動開始します。発見したよ、発見したよ、発見したよ。調べれば分かるはずだ。なるほど、情報ありがとう。橋の爆破に成功した。ザカ、爆弾の設置を頼む。よし、来た。ちょっと待ってな。よし、設置完了だ。あとは隊長さん、こいつを銃で撃って起爆してくれ。そうすれば鉄橋は吹っ飛ぶからよ。ああ、分かった。時限式にしたかったんだが、爆発するたびに走行列車が鉄橋の上にいるとは限らないからな。なるほど、この方法なら確実に走行列車が鉄橋にいる時を狙えるな。中央の橋から東の川岸を経由していけば、
爆弾を撃つのにちょうどいい足場の台地がある。ここからは隊長さん、あんたの仕事だ。頑張ってたどり着いてくれ。今の爆発音は何だ？はっ、どうやらガリア軍が北西の足を爆破した模様です。なんだと？小賢しい真似をしおって。よし、作業リフトの電源を入れろ。偵察兵を向かわせ、正確な状況を報告させるのだ。いかにあがこうが、この装甲列車に攻撃は通じん。じっくりと殴り殺しにしてやろう。あの犬どもめ、こそこそと町の中に潜入しようって。いいか、射程に入ったガリア軍には容赦なく砲撃を加えよう。帝国の技術の粋を集めて作られたこの装甲列車の火力を見せつけてやるのだ。
所だ。発見したよ。アクアリオン、ガス処理。なんだこの振動は。何が起こった。報告せよ。あ、でも分かりませんが、鉄橋が崩れています。なぜだ。この走行列車は帝国の威信そのもの。帝国の威信が崩れることなどあってなるものか。なるものか。アバよ、グレゴール。ついに走行列車を落としたぞ。軍隊少尉、大変だ。ファウゼンを脱走する帝国兵たちがダルクス人の収容所に火を放っていた。収容所は火の海だ。急いで現場に向かってくれ。なんですって。